ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでマンション見ていこう。友達マークあったよ。ゆうとさん、よかった。一瞬怒っとんかと思った。ただ殴りよっただけやったね。どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。クイーンと友達になりたいです。お、いいね、いいね。つながってこう。どんな話もすれば仲良くなれそうですか。まだつながってなかったんやね。面白い話。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。さあ、仲良くなれるだろうか。まだね、こう、最近入ってきた新しい住人さんたちと、前からおる住人さんたちが全然繋がってないと思うよね。その辺もちょっと繋がっていってほしいんだけれど、え、もしや、無理？まだ友達にはなれませんでした。なるほど、ちょっと慎重に行く感じね。自分でも知ってますが、無口です。なるほど、もっと話そう。バシバシ話そう。はい、酢豚でもどうぞ。いただきます。どうすか。結構美味しかったようです。よかったよかった。ほい、それじゃあ。相変わらず、ストレス発散。でもそれで喧嘩が減るんならね。全然その方がいいと思うよ。はい、さきさん、入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。超アップクイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？お子様ランチ。めっちゃわかりやすいね。お子様ランチでした。はい、来たー。超アップクイズ、第2問。第2問。ででこれは何でしょう？牛丼？一瞬ステーキかと思ったけど違うね。多分肉っていうのがわかる。牛丼でした。イエーイ。超アップクイズ最終問題。最終問題。定点。これは何でしょう？オムレツ？答えは色的に。イエーイ。オムレツってケチャップとかかけんのかな？そのまま食べる人もある感じ。あげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。お宝しゃもじをもらいました。ありがとう。今日は私の誕生日です。お祝いしてくれますかね。さきさん誕生日か。ってことはあれやね、今日のミーニュースはそういうことだね。はい、コーンフレークでもどうぞ。誕生日にコーンフレーク。いやでも美味しいから結構美味しかったようです。よかったよかった。最近なんか美味しそうなのいっぱいあるよね。私はあの、何やっけ、フルーツグラノーラ？フルーツグラノーラやっけ？なんか忘れたけど、そういう感じのやつで、あの、バナナとイチゴが入ってるやつ。普通のコーンフレークかな？グラノーラではないような気がしてきた。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。そう、私なんかそのシリアルにバナナとイチゴのドライフルーツが入ってるやつを食べよる。なんていうやつか忘れたけど。はい、それじゃあ、ほのかちゃん、入ります。お、なんか、ほのかちゃんとガイタンくんが、スキップしよるところを小夢さんが眺めるという。見てくれてありがとうございます。いえいえ。お腹の中も見てください。何も食べてないじゃないか。ほら、食べさせろアピールやね。まあ、だからといって、そうということはないんですけどね。それはちょっと、初雪さんによ。お腹すいたって。私、年下から慕われるみたいです。それはいいことだ。姉御肌なんかな。はい、カツ丼でもどうぞ。めっちゃがっつり。はい。いただきます。ほいほい、どうぞ。さあ、どうすか。え、マジで？苦手？苦手なの？カツ丼。マジか。私はそのカツ丼の上に乗ってるグリーンピースが邪魔かな。カツ丼ってグリーンピース乗せるもんな。私は何の料理でもグリーンピースは乗せるものじゃないけん、ちょっとあれやけど。はい、はるちゃん、どうした？ちょ、なんか部屋の片隅で、薄くまってますけども。あ、どうも。どうも。風邪もひきました。
ほらほら。風邪薬。今まで風邪ひいたことなかったんか。風邪薬あげたことないってことは。出すか。有効成分が風邪の主症状に効きました。熱が引いた気がします。オッケー、オッケー。ほい、レベルアップ。それじゃあ、じゃあ服で、どういう感じの、てか帽子にしよっかな。ちょ待って、帽子にするわ。帽子で、クロッシュ。アウトドアハット。はい、どうぞ。なんか色味似てない?この秋のワンピースやっけ?これに。いつもありがとうございます。ほらほらほら。うちからのお返しです。これ、模様なんなんやろ?落ち葉みたいな感じ?いや、全然違うね。適当かな。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。ゼノと結婚したのは、彼がハンサムだったからです。なるほど。はるちゃんのタイプやったよね、ゼロさん。はい、キノコでもどうぞ。いただきます。あれや、今なんかポケモリ?ポケモリで、キノコのイベントしよることない?マップ上でキノコを拾おうみたいなやつ。せっかくだから遊びませんか?まだ私、一回も参加してないんやけど、それ。はい、遊びましょう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな?はい、スタート。モザイククイズ、第一問。第一問。これは何でしょう?サラミ。答えは消去法で。サラミでした。モザイククイズ、第二問。第二問。これは何でしょう?おにぎりめっちゃわかりやすいやん。おにぎりでした。はい、オッケー。モザイククイーズ、最終問題。最終問題。これは何でしょう?マカダミアナッツ。答えは。これも消去法で。マカダミアナッツでした。めっちゃたっぷり入ってるよね。やばいよね。実際もあんな感じなんかな?溢れ出そうやん。おめでとうございます。てか、あれは?何?一つだけどういう感じ?そのまま、豆だけ入ってるの。豆っていうナッツだけ。液体が入ってるわけじゃないよね。一番小さいのでお宝、その辺の石ころをもらいました。いらねー。何がどうお宝なんだ。お、新しく渡した帽子が、あ、何、なるほど、帽子はいらねーと。てか服も変わっとるし。なるほど、そっちの方がいいのね。まあそういうこともあるさ。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってね。みんなここからきっとどんどん部屋や服装が変わっていくのね。今日は 26,040 円集まりました。ありがとう。はい、そして、昼一。誰にでもよく似合う大きいリボンのワンピースだよ。お、いいね。買わない?買わないの?いらっしゃい。とりあえず1個買います。はい、そしてミーニュースを見ていこう。7時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日。さきさん誕生日。おめでたい。誕生日を迎えた。誰さんだか全くわからないんだけども。で開かれたお誕生日会の模様をお送りします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。いいね、いいね。ミクルさんとミクルさん、ミクルちゃんと小犬さん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、おめでとう、おめでとう。ここ3人は知り合い?それともそういうの関係なく集まっとんかな?さすがにね、一人とかやったら寂しすぎるもんね。ですん。さん、ケーキも分けてください。ハッピーバースデー。ハッピーバー。一時のミーニュース。チャーリーがお伝えしました。ありがとう。でも、ケーキ。
ホールケーキとかはね、まあ普通のケーキやったら普段でも買うかもしれんけど、ホールケーキとかはクリスマスか誕生日ぐらいしかないもんね。分けてくださいって言いたくもなるよ。はい、それじゃあ今回、新しく、また、歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、聞いていきたいと思います。今回の曲はソロで、はい、あずささん。ジャンルはロック。タイトル、レモンに歯向かう赤い果実。ってことで歌ってもらいましょう。これはね、あずささん本人が送ってきてくれた歌です。お、後ろに、アイナがいるぞ。え、待って、赤鼻さんもおるんやね。レモンに、まさかの。まさかのちょっと元夫婦共演も見れたし、ここで久々にバックダンサーとして再会ってどういう気持ちやったんやろ。仕事は仕事みたいな感じ。つら。ほいということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあってことって、今回は特に人間関係が動くこともね、ゆうとさんとクイーンも友達にすらならんかったし。どんどん人間関係を深めていこう。